そう、ソシエダ、ソシエダする。ラリーが第10節ラージョ戦2対1のソシエダリードで迎えた後半80分に久保90分にオヤルサバルを交代し直後91分にゴラッソで追いつかれるソシエダ。うわぁソシエダ追いつかれた。ソシエダいつものパターンで草。なんだよーもうまたかよー。ソシエダ勝ったやろって85分くらいで見るのやめたら追いつかれてて草生える。久保下げて追いつかれる展開何度目だよ。ソシエダ楽天での引き分けもしくは負け多いな。ここを勝ち切れるかどうかがトップとの差なのか。オヤル復活してきてるのに今日もダメな方のソシエダだったか。サディクト今日って今季なんか仕事した？たくさん出てんのに足引っ張る以外なんもしてない。ラージョいいサッカーしてたわ。久保と急交代してから追いつかれるソシエダのお家芸を見ることから月曜は始まる。